湘南カンナコーバスは、神奈川県秦野市に本社を置き、同市内を中心に事業を行っていた乗り合いバス、貸切バス事業者。神奈川中央交通から分社化された地域市会社である神ン港コーバスの一つで、1995年に神ン港コーバス各社の中で最初に設立された。車体色のコーポレートカラーは黄色、自社車両に表記される営業所記号はかであった。 2017年1月1日、カンナ中グループのバス事業再編に伴い、存続会社として、津久井神ン港バスを九州合併し、神奈川中央交通西に社名変更。湘南カンナ港バスの自社路線はそのまま、神奈川中央交通西の自社路線となった。設立された当初の目的は、同じ小田急グループである箱根登山鉄道の秦野地区のバス路線を、 カンナ中へ移管するための受け皿であった。そのため他のカンナコバス各社とは性格が異なり自社独自の直轄路線を持っていた。また過去にはいくつかの営業所を持っていたが、後に地域ごとに分社化されてに営業所体制となった。基本的にはカンナ中バスの不採算路線の移管を受けて営業を行っており、カンナ中バス本体の路線の運行管理の受託も 事業の一つとなっていた。2016年8月16日より、空港リムジンバス、都市間高速バス、深夜急行バスの運行を移管された。2017年1月、津久井館ラ港バスを、九州合併の上、神奈川中央交通西に、社名変更した。特徴的な試みとして、営業開始当初から、前扉後部のスペースを利用して、バス車内売店を設置し、 車内販売を行っていた。購入方法は売店スペースから乗客が自ら商品を取り、運転手に告げて支払う。当時は斬新な試みとして、マスコミにも取り上げられた。バスに乗車しなくても売店のみの利用もできた。販売品目は雨傘や菓子、パン等の食品、使い捨てカメラなど多岐にわたり、米も取り扱っていた。2004年までは、 食料管理制度により、米の販売には都道府県知事への登録が義務付けられていたため、社内売店をカンナチューグループのスーパーマーケットカンナチューストアの店舗扱いとすることで対応していた。売店設備を設置した各車両を米国小売販売業者の店舗として神奈川県知事へ正式に登録し、社内にも登録証が掲示されていた。 その後は不採算路線の増収対策として、バス車内売店は、ほとんどの神奈ナバスの施策となっていたが、諸事情により2008年3月31日を、もって傘や乗車券類を除く、車内販売を廃止した。本校では、神奈川中央交通にし直轄の路線についてのみ、解説する。それ以外の路線については、神奈川中央交通の各営業所の項目を、 参照されたい。会社再編前の2016年までは、系統番号の頭文字に紙を用いていたが、以下のように改められた。上記の3系統については、再編の見込みがない路線として、体質等以降の申し出が行われた。資料によれば、神例2、神例3系統の平均乗車密度は2.3人、神例4系統の平均乗車密度は1.9人となっている。 2011年9月30日までに各路線について方向性を決定する予定である。2011年8月30日開催の神奈川県生活交通確保対策地域協議会湘南足柄上地域分科会において新たな交通確保策が実施されることになったために2011年9月30日をもって退出が決定した。ハーバーライト 大阪号高速バス運行を神奈川中央交通から移管されていたが2008年6月16日より横浜カンナ港バスに移管した。神奈川中央交通の運行開始当初の車両設立当初の車両は中型車の三菱不装エアロミディ MK6 台のみで全てカンナ中本体からの転属車であった。その後は小型車両の配置や大型車の転属もあり、 新車の直接投入も行われた。平塚営業所管内の路線車は、2015年3月までに、中型車が除籍され、大型車となっていた。また平塚営業所には、契約化し切り車が5台配置されていたが、いずれもンナ中本体から移籍した車両である。旗の営業所管内では、共愛路線が多いことから、車幅2メートルクラスの小型車である、日のレインボー RV、 三菱エアロミディ ME も導入されていた。二宮町コミュニティバスでは、専用車両として三菱不走、エアロミディ MK2 ステップが使用され、カンナナ色の上から2009年4月にラッピングが施された。この車両は、神奈川中央交通にし、畑の営業所へ引き継がれ、は611に改版されたが、老朽化により2017年2月7日に、代替されている。 カンナ中グループバス会社の会社名、営業署名の変更について、神奈川中央交通、2016年12月26日。カンナ中グループバス会社の会社名、営業署名の変更について、神奈川中央交通ニュースリリース、2016年12月、2019年11月12日、閲覧。旗の営業所管内のバス乗降方法の変更に、 ついて、神奈川中央交通、2012年9月28日。平塚営業所管内のバス乗降方法の変更に、ついて、神奈川中央交通、2013年5月、空港リムジンバス、都市間高速バス、深夜急行バス運行会社変更のお知らせ神奈川、中央交通、2016年8月管那中グループバス会社の会社名。 営業署名の変更について、神奈川中央交通、2016年12月26日、ABC 神奈川県公式サイト内バス路線の、体質等移行申し出に関する調査結果及び、分科会の設置についての中の添付資料、体質移行申し出にによる、神奈川県公式サイト内湘南、足柄上地域分科会より、神奈中公式サイト、 土橋系統のダイヤ改正についてによる。公式サイト、高速バス運行会社変更のお知らせによる。鈴木文彦、審判、高速バス大百科 P182ABE 鈴木、文彦、審判、高速バス大百科 p 3 8夜5高速バス、森岡横浜線路線廃止のお知らせ、岩手県交通公式サイト、2016年3月5日、閲覧。 ありがとうございます。